草刈り。草刈りとは鎌や草刈り機を使い、まとまった面積の草を根元に近い茎の部分で切り取る作業のことである。手で根まで引き抜くことは草引き、草むしりという。刈り取った草を役立てる場合もあれば、切り捨てるのを目的とする場合もあり、後者は雑草取り、草取りとも言う。草刈りを目的で分けると、 一つは総本を牛馬の飼料、マグサや肥料など資源として確保するためである。日本では特に化学肥料が普及する前の長い時代、草は堆肥の主な原料であった。茅は茅葺き屋根の材料にもなった。農民は自らの工作地周辺だけでなく入荷位置で草刈りをしていた。こうした有用性から再装置を指す草刈り場は選挙や 企業間競争、国際政治などで争奪戦の対象を意味する比喩表現としても定着している。もう一つは草の伸びすぎた部分や人間にとって望ましからぬ雑草を除去するためである。農作物や干渉用花器といった有用植物の生育を助けたり、美観や野道の歩きやすさを確保したり、昆虫や野生動物を隠れにくくして、 人間居住エリアへの接近を防いだりする効果を期待している。刈り取った草は蒸気のように肥料などとして有効利用できるが、現代ではゴミとして処分が必要になる場合が多い。東京の荒川土手では1938から1944年、全日本草刈り選手権大会が開かれていた。雑草取りと肥料確保農作業の基本を捉え、 農民魂はまず草刈りからとうたった記念石碑が水門公園に立っている。一校舎の草刈りは人間が土地を利用する場合の最も基本的な管理法の一つであり、繊維の振興を止めるための作業である。日本では、皿地はほぼ一年で草地とかし、数年間放置すればすすきなどが侵入して、背丈が2メートルにも達するようになる。このため、公園や、 河川の堤防など、空き地状態を維持する必要がある箇所については、年間に1から2回の草刈りを行わなければならない。日本で最も組織化かつ頻繁に行われている草刈り作業は、水田のあぜや土手の草刈り作業である。これは、水筒等の生育障害を起こす、カメムシの侵入を遮断するという目的のためにも行われるものである。カメムシ注意法により、 草刈りの指示が行われている期間には、潔癖という表現にふさわしい草刈りが集中的に行われる。また、人工林など樹木の生えた下の草を刈る場合も、草刈りということもあるが、むしろ、下草刈りというのが普通である。草刈りは、背丈の高い植物の侵入を抑える効果があるが、それを繰り返すことで、既存の植物群落の草丈そのものを抑えることも、できる。 芝生は、その極端なものである。草刈りは重要かつ、頻度の高い作業なので、草刈り鎌や草刈り機といった器具がある。狭い範囲なら人が鎌などを使って、地道に刈れば済むが、広い範囲であるならば、草刈り機が効率的である。表面に背の高い草がなければ良いだけであれば、刈り取るだけで良いが、二十歳のように草そのものの存在を許せない場合には、 根まで引き抜く必要がある。通常は草刈りとは呼ばれないが、除草剤を散布すれば、すべてまたは特定の草だけを固しさせることができる。ただし、薬品が土壌や地下水などに残留する環境汚染リスクもあり、除草剤の使用が知られると、農作物なら購入者から公園などでは住民から寄避の対象になり得る。除草剤は好ましくない場合で、 家庭菜園など小規模な場合は、沸騰した熱湯をまんべんなくかけるだけでも、除草と土壌の殺菌効果が期待できる。または、馬や牛、ヤギなどの家畜を草地に連れ出し、雑草を餌として食べさせて処理することもある。かつては、刈り取った草は、家畜の餌や田畑の肥料として広く使用された。水田周辺の草地では、秋から冬に草刈りをして、 それを他にすき込むなどの作業があった。今日でも、九州の阿蘇や九州、殻だけなどの大規模なすすき草原は大きな手間をかけて維持管理され、そこで得られるすすきは文化財の古民家の屋根の修復や茶畑の地面に敷き込む資材などとして、高価に取引されている。しかし、現在では草の利用目的に維持されている、再装置、草原などは少なくなり、 それ以外の場所での草刈りで得られた草は一種の廃棄物として積み上げて腐らせたり、燃やしたりと処理が行われることが多い。河川の堤防の草は昔は刈り取って二十歳の肥料とされたが現在では堤防に捨て置かれる。つまり河川に流入した肥料分で育った植物が以前は再び二十歳に戻されていたのに 現在ではそのまま河川域に戻されているので、河川の不栄養化の一因ではないかとの指摘もある。草刈りをした時独特の方向がある。これは、双方の体内にある揮発性の化合物の方向である。規模の大きい草刈りを行っていると、その上空にトンボやツバメなどの鳥が集まることがある。これは草を刈り取ることで追い出された、小昆虫を餌とするためと考えられる。 長期的には、定期的に草刈りが行われる土手や堤防は、繊維の振興が抑えられるために、背丈が低く、小柄な草花の生育に都合が良い。マナやツルボ、あるいは秋の七草に並ぶような植物はこれに依存している面があり、定期的な管理が滞るようになると減少する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。